以前挙げたこの自分の内側と向き合うワークの動画の第2弾のような動画です。最近あることがきっかけで自分の不健康な思考の癖に気づき、そのルーツが知りたくて自分で掘り下げて掘り下げて考えてみたら、自分は勝ち負けにこだわる癖があるんだなと気づきました。それからいろいろと調べてみると、勝ち負けにこだわる癖がある人は人と比べる癖がついている、人と比べる癖がついている人は劣等感の強い人という結果にたどり着きました。今日は劣等感の強い人の特徴12個を挙げながら、私の経験も一緒にお話ししていきたいと思います。自分にも思い当たる節があるという方、そういう自分の部分をやんわりさせてあげたいと思っている方、一緒にチェックしながら見てみてください。特徴1、不幸な自分を自慢したがる。劣等感の強い人は自分の不幸話をすることで、意識的にも無意識的にも人の気を引き、構ってもらおう、慰めてもらおうとします。それに加えて不幸な話以外にも体調の不調をいつも口にしている人もいるかと思います。実際に具合が悪い場合もあると思いますが、しょっちゅう過度に口にする人は、そうすることで何かしら心配してもらえたり、構ってもらえる、大事に扱ってもらえる感を得ようとしています。同じようにネガティブな愚痴ばかりを言ってつるんでいる友達は健全な友達とは言えないでしょう。そしてなぜか友達が周りから減っているという人、いつもネガティブなことばかり口にしていませんか？自分の口癖を気にしてみてください。ネガティブばかり口にするとネガティブな気ばかりが寄ってきますよ。特徴2、自分を大きく見せたがる。常に人より優越感を感じていたいという優越コンプレックスを持っている人がいます。過去の栄光ばかり自慢して歩いている人、実際そんなにないのに知識やお金があるように見せかけている人、人に羨ましがられることで自分の自信のなさを隠しています。私はこれに加え、いつも集団でつるんでいる人や何かと大声で怒鳴り散らす人も自分を大きく見せることで内面の自信のなさを隠していると思います。特徴3、完璧な自分のイメージを持っている。これは私はあるかなと思います。理想が高すぎるため少しでもミスすると異常に自分を責めたり、いつも何かと動いて休むことを知らない。こういうタイプの人は現実の自分を受け入れ、理想とのギャップを少なくしていくことが大切だそうです。自信がない、自己肯定感が低いと感じる人のエクササイズとして、毎晩今日頑張ったことをノートに書いてから眠りにつくことをお勧めします。どんなに小さなことでもいいのです。コンビニで袋はいりませんって言えたとか、いつも優柔不断で結局何も選べないことが多いけど今日は自分の力で決断できたとか、いつもはスクワット50回だけど今日は51回やったとか、何でもいいので今日自分のやったことをノートなどに書いて再確認します。その充実感のおかげで気持ちも静まり、安らかな気持ちで眠りにつくことができるでしょう。特徴4、自分を卑下しつつフォローを待っている。私なんて下手くそだしと言いながら、そんなことないよ、うまいじゃんと言われるのを待っている。私なんて可愛くないしと言いながら、そんなことないよ、可愛いよと言われるのを待っている。これは女子あるあるかなという気もしますが、周りからの評価を自分のエネルギーに変えている人も少なくないのではないでしょうか。自分に自信があれば自分だけですでに満たされているので、周りに満たしてもらおうとしなくていい。誰にでも褒め言葉は嬉しいエネルギーになりますが、周りくどい手で得るのではなく、きちんと自分のした仕事に注がれる褒め言葉は何倍も中身のある意味のあるものとしてダイレクトに自分のエネルギーにつながるでしょう。特徴5、すぐに人を妬みがち。劣等感の強い人は自分と他人を比べる癖がついています。そもそも劣等感は人と比べて自分が劣っているという考えから生まれている。他人と自分を比べている限りは自分を本当の意味で好きになることは難しいでしょう。そうですね、常に他人基準で生きているということになるわけですから、そのような思考ではいつまでたっても心は満たされないでしょう。地球の76億人、一人も全く同じ人は存在しない。それは生まれた環境や育った環境が違うから。人は人、自分は自分としっかりとした境界線を持ち、私自身を尊重してほしいというのと同じに、相手のことも一人の人間として尊重する。
それを理解するようになってからは、私は比べたり意味のない嫉妬心を感じることはだいぶ減りました。特徴6、周りの人たちの目を気にする。劣等感の強い人は自分の価値観や意見に自信がないので、一般常識や多数派の意見に依存する傾向があります。自分の個性や価値観より周りの意見を優先するため、なかなか自己主張ができず、自分より強い人に従う生き方を選ぶため依存的になる人も多いそうです。恋愛で言えば、この人はこんな私を受け入れてくれる、この人はこんな私を必要としてくれるという具合に依存的な恋愛をして劣等感を埋めようとするのです。特徴7、何かと他人のせいにする。自分の不幸は親のせい、環境のせい、仕事のせいなど、すべては周りのせいでこうなったという考えの人がいます。言えば責任転嫁ですね。その環境から脱出しようとしない。その環境を変えるという選択権は自分にあるのに、あたかも私はそこから抜け出せないんだと主張して変えようとしない。結局逃げですね。不満足でもその慣れた環境から踏み出る勇気はないのです。不満足でもその中に居続けて愚痴をこぼしている方が楽だからです。私も周りのせいにしがちな部分があると認めますが、今述べたようなことではなく、自分が正しいという思いが強いから、私は正しい、あなたは間違っているという姿勢の時があります。決まりや常識的に考えて、たとえ自分が正しかったとしても、それぞれの状況や相手の気持ちなどを考えると、いつもそればかりが正論で、みんながそうしなければいけないということはないのです。私もこれは柔らかくするように努めています。特徴8、相手のいい点ばかりを見る。劣等感を持つということは、無意識的に相手と自分を見比べている。その時に自分の欠点や短所と相手のいい点と長所を見比べて落ち込んでしまうのです。これは SNS 中心に生活している人たちにはすごく当てはまることかなと思います。 SNS はほぼ自分のライフスタイルのいい部分ばかりを切り取って投稿するもの。寝起きのブサ顔や破れたスウェットを着てダラダラしているとこや、食後の下っ腹などの写真をわざわざ毎回載せる人はいないでしょう。私の話で言えば、私は石原さとみさんは完璧だと思います。ポスターやテレビなどで見るたびに綺麗だなと思いますが、そのたびに完璧な人なんていない、石原さとみは持ってない長所が私にはあるはずだと思考を切り替え、思考レベルが嫉妬やひがみにいかないようニュートラルな位置に思考を戻します。自己肯定感が低い。自己肯定感の低い人は自分の悪いところや短所を受け入れることができない。自己肯定感の低さは、幼少期に親に言われた言葉や育っていく中で事実かもわからない周りから言われた言葉たちによって生まれるものだと私は思っています。あんたはいつもそう、お前ってこんなやつ。事実かもわからない言葉たちを信頼すべき人たちから言われ続けると、私ってそうなのかなと思ってきて、しまいには私はそうなんだと思い込んでしまう。深く根付いてしまっている信念を溶かしていくのは時間と努力が必要です。人は誰も愛される権利がある、認められる権利がある、幸せになる権利がある。もしよければ以前挙げたこの動画も参考にしてみてください。特徴10、勝ち負けのこだわりが強い。劣等感が強い人には何事にも結果を求めるタイプであり、仕事や勉強面、私生活では本領を発揮するようにも見えますが、自分の思うような結果にならなかった時には劣等感に悩まされてしまうことがあります。勝ち負けのこだわりはないよりはあった方がいいのです。勝敗へのこだわりが強いほど結果に結びつくように努力するようになりますし、結果を求めることでより行動力が増したりします。しかし勝ち負けにこだわりすぎてしまうと、どうしても後先が見えなくなり、良い結果を残すことで頭がいっぱいになってしまいます。そうなった時、もし思い描いていた結果にならなかった時、自分の無力さに自信が喪失してしまうのです。よくドラマなどで見るような勝ち負けにこだわることに目がくらみ、自己を失って罪を犯してしまったりするのもこの癖の行き過ぎたバージョンかなと思います。その裏にはやはり自分を認めてもらいたいという強い感情が隠れているのではないかなと思います。ちっぽけなプライドやエゴのせいで自分からハッピーを取り上げ、周りにまで迷惑をかけてしまっていることに気がついたら、
我に返り思考をニュートラルに戻す努力をしましょう。特徴11、自分よりも弱い人を探す。劣等感が強い人が見ている世界は勝ち負けの世界であり、その中ですでに自分は負けているという意識が強いため、常に目線が勝ち負けの目線になってしまいます。男性の場合は守ってあげたいという愛からではなく、意見されたくないからや何でも言うことを聞いてくれそうだからや弱そうだからという理由で自分に対して従順な女性を好むことがあります。女性の場合は自分よりも下とみなした同性を好む場合があります。外見だったり女としてだったり、自分にとって脅威とならない同性を好み、逆に自分よりも優れている同性は目の敵にする傾向が強いです。これは前の方でも言った自分よりも弱い立場の人を取り巻きにつけたり怒鳴り散らしたりする人もこれに入ると思います。そういう人を見たら、あ、この人は隠してるつもりだけど本当は自信がないんだなと思いましょう。まとめ、自分は劣等感が強くて今までそういう態度をとっていたんだなと気づいたら、まず気づいて自分の短所も受け入れることが大事です。完璧な人なんていない、76億人みんな違う、こんな自分も地球に必要だと思考をニュートラルに戻します。反対に、もし周りにこんな人がいるなと思ったら、その人たちは自分の弱さや自信のなさを認めるのが怖いので、その人のありのままを認める。そしてやはり愛情が凝り固まった思考を溶かすのに一番効果的だと思います。長くなりましたが、自分と向き合うインナーワーク、図星を言われてムカッとくる方や知るのが怖いという方もいるかもしれません。一つ一つの小さな努力と勇気で人は成長していくので、私はこういうのは面白いと感じます。皆さんも何か感じたことがあれば、良ければコメント欄で教えてください。今日も見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. Bye.